アーコです。東京をベースにしてわらを使って作品を作っています。私は日本で生まれて日本で生活しています。わらも日本のわらである稲わらを使っています。お米のわらです。欧米では麦わらということになると思いますが、東アジア、東南アジアではお米が食べ物の基本になるので、わらも稲わらが私たちの生活に馴染みの深いものになります。私の作品作りは編むのではなく、藁を一本一本縫い込んで造形に落とし込んでいくところにあります。この縫うという作業は本当に地道な作業です。ですから大きな作品を作ろうとするととても多くの時間が必要です。日本では2000年ぐらい前から米作りが始まって、私たちの先祖もずっとお米を食べてきました。私たちももちろん食べています。その副産物であるわらはかつてはいろいろなものに使われてきました。履物や雨をしのぐコート、物を運ぶバッグ、他にも家庭で使われる多くのものに使われてきました。ただ今では家庭で見ることはなく、正月につける締め飾りぐらいしか見ることがありません。この締め飾りは伝統的な装飾品で、儀式的な意味合いがあります。履物や多くの家庭用品は他のマテリアルのものが取って代わりました。ですからお米は馴染みのものですが、わらは目にすることのないものになってしまったんだと思います。私がわらを使って作品作りをしている行為は、未来を見ながら過去と交信しているんだと思います。わらを使うことで日本人の生活のルーツを見返そうとする行為でもあります。もちろん私がわらで作っているものは実用的なものでも儀式的なものでも決してなく、今の時代における意味としての何かです。